CM サントーリー、× CM、ウォシュロム、ヒラノ耀様が放つ二つの異なる表情にファン大興奮。日本のエンターテイメント界で注目の若手俳優、ヒラノ耀。彼のファンは興奮の渦に包まれ、それを受けて、CM サントーリーと CM、ウォシュロムが繰り広げる斬新な広告戦略が話題となっています。彼らはいずれもヒラノ耀のファンが代わりにやったもので、 何の前触れもなく初期の莫大な CM 費用もかけずに画像付き CM を公開した。彼らは共にファンの期待を裏切らず、驚きと好奇心をかきたてる独自のスタイルで画像付き CM を打ち出しました。これにより、彼のファンベースが一気に注目され、指示を受けることとなりました。両者ともデモ写真を公開したのは2月で、偶然にも2月初日はサントリー、サントリーの CM、2月末日はウォシュロムの CM が行われました。 ヒラの仕様だからこそできる鮮やかな色彩で2月の絵を彩ります。両 CM は驚きと好奇心を呼び起こす形でヒラの仕様のデモ写真を披露しました。しかし、そのアプローチは全く異なります。サントーリーの CM ではビール缶で半分の顔を隠し、オシュロムの CM では広告主のコンセプトに従い、パッチリとした瞳を強調しました。これにより、ヒラの仕様の魅力が多様な側面から浮かび上がりました。 ヒラの仕様は通常、黒髪やメタリックな髪色で知られていますが、両 CM では黒髪に、これは3から4ヶ月前の写真なのか、それとも彼の最新の髪色とは異なるのでしょうかファンたちは興味津々で、その謎めいた要素が彼のプロフィールに深みを加えています。黒髪からメタリックな髪まで、ヒラの仕様は常に多様なイメージを持っています。しかし、気になるのは CM で見られる黒髪の髪色が、 彼の最新のイメージとは異なっている点です。これは過去数ヶ月前の写真なのか、それとも新たな変化を予兆しているのか、ファンたちは興味津々です。CM3 通りでは、冷酷で鋭い瞳を披露し、広告主のメッセージを引き立てました。しかし、ボシュロムの CM では、パッチリとした瞳で生命力に満ちこぼれ、広告主の健康的なイメージを象徴しました。 平野紫仕様は自身の表情と感情を広告メッセージに見事に調和させ、その変遷がファンとブランドの関係を深めています。両 CM は平野紫仕様の広告出演により一気に注目を浴び、SNS 上で数十万件の検索が行われました。大手新聞も一斉に報道し、コミュニティの拡大に寄与しました。 平野紫仕様の影響力は、彼が広告によって引き起こす興奮と好奇心だけでなく、広告が社会に与える影響にも現れています。平野紫仕様の広告出演は、ファンを興奮させ、広告主のメッセージを魅力的に伝える巧妙な手法を見せています。彼の多様性に富んだ魅力が、異なるブランドのコンセプトと融合し、社会的な影響を生み出しています。未知の要素と期待感が膨らむ中、 平野紫仕様の広告活動は今後もエンターテイメントの一力を担い続けることでしょう。